寝たよ、寝た大きいも寝ないでしょ、寝かし続けたよ、よかった。思春期はもう無視、喋ってくれない、会ってくれない、まあ、リビングに来ない。その時はめちゃくちゃしんどいけど、それを夫婦で話し合って悩んで悩んで乗り越えた時が、まあ、やったねみたいな、私今ちょっと泣きそうだもん、涙を見たことないんですよ、みっちりさんの。夫が寝た後に見逃し配信はぜひ TVer、 アベマで。